多田博史師範。昭和4年1929年12月14日東京にお生まれになりました。御年94歳でいらっしゃいます。今年の12月の誕生日が参りまして95歳におなりになります。昭和25年3月4日早稲田大学学生の時、上芝道場に入門し、合気道会長、上芝森平王先生、そして二大道主、上芝吉祥丸先生に師事いたしました。その当時は戦争が終わったばかり5年目でした。道場の稽古人は少なくなりました。大学卒業後は、合気道と日本文化の、日本武道の文化的歴史について専門的に研究し、本部道場、そして防衛省で稽古を指導するほか、慶応義塾大学、学習院大学、早稲田大学に合気道を設立し、師範として指導をしてまいりました。昭和39年、前のオリンピックの年でありますけれども、ヨーロッパに渡り、各国で合気道の普及に努めました。創設したイタリア合気会は日本伝統文化の会としてイタリア政府公認の公益財団法人となっております。以後コロナが発生するまで56年間毎年春夏秋ヨーロッパに伺い各国で合気道の指導と普及に努めてまいりました。2018年永年にわたる日本とイタリアの文化交流に尽くされた功績が認められイタリア共和国大統領にイタリアの星騎士勲章が授与されております。合気道は気の流れと錬磨でありますと開祖は説かれました。また合気道は禊であるとも説かれております。ヨーロッパで合気道は動く座禅動く瞑想法であると理解され熱心に稽古を行っている人が多くいらっしゃいます。21世紀は科学と瞑想法が一つになる世紀でもあると言われております。日本伝統文化の中に流れております気の錬磨についてこれからも探求していきたいとこのようにメッセージをくださいました多田博史師範であります。